マスオです。この頃カツオくんの部屋のゴミ箱にイカ臭いティッシュが山盛りになってるんだ。どうやらみんなが寝た後に夜な夜な抜きまくってるみたいなんだよ。おかずは何だろうと思って机を見たら、母は性奴隷ってタイトルのエロ本が置いてあったよ。あいつの性癖やべえだろ。最近の小学生は怖えよ。さて次回はカツオの朝帰り、太鼓との関係、船のつわりの3本です。よかったらチャンネル登録してくださいね。あ、じゃんけんぽん。